はいどうも、ミニマリストたけるです。本日も朝ラジオを撮っていきたいと思います。本日の動画のテーマはおうち時間を快適にする部屋作り8つのヒントということで動画を撮っていきたいと思いますので、ぜひ家事をしながらだったり移動中に聞いていただけたらと思います。もしパパッと聞きたい方は 1.5 倍速、2倍速がおすすめです。で、毎度のことながらちょっと告知なんですけども、第1作目と第2作目本出版しておりますので、ぜひ興味のある方はですね、動画下の概要欄そしてコメント欄に詳細のリンク貼ってありますので、ぜひそちらをご覧いただければと思います。ということで本題に入っていきたいと思うんですけども、改めまして今回の動画のテーマはおうち時間を快適にするお部屋作り8つのヒントですね。なんとなく皆さんのお部屋の居心地が悪いとか、なぜか落ち着かないとか疲れが取れないっていう方も中にはいらっしゃると思うんですけども、もしそんな風に感じている方はそのストレスの原因を取り除くことが大切になってきます。で、今回紹介するのはですね、コストをかけずにできる、そして暮らしの質を上げる、ほっとくつろげるお部屋作りのヒントですね。実際に我が家でも取り入れているお部屋作りのコツっていうのを8つご紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後まで動画をご覧いただければと思います。ということで、まず一つ目ですね。一つ目のコツは、物を高く積み上げないということです。物を高く積み上げないということです。実際皆さんのお部屋を見渡した時に高く積み上がっているものはありませんか？例えば、高く積み上がりやすいものとしては、雑誌だったり、新聞だったり、本や空き箱、紙類、脱いだ服、洗濯物、食器、調理器具とかですね、こういった類のものをですね、高く積み上げれば上げるほど、やっぱりパッと見うんざりしたりとか、崩れて余計に散らかってやる気を失ってしまったりとか、取っかかりの片付けるとか整理整頓のハードルが高くなったりとか、あとはタスクが増えてもうんざりしてしまったりとかね、他の作業が手つかずになってしまったりとか、集中できなくなったりとかもしますし、あとは空間的に窮屈になりますよね。っていうところで、やっぱり物を高く積み上げれば上げるほど、いろんなデメリットが出てくるということです。なので結論、皆さんに何が言いたいのかっていうと、管理しきれないほどの物は持たないということと、あとはほったらかしにしないと、後回しにしないっていうのが大事ですね。やっぱり先ほど挙げた例として挙げたような、雑誌とか新聞、本、空き箱、紙類、脱いだ服、洗濯物、食器、調理器具を高く積み上げてるっていうのは、おそらく本来やるべきことを後回しにして先延ばしにした結果じゃないかなっていうふうに思いますので、ほったらかしにしないと、やるべき時にパパッと整理整頓する、片付ける、そして極力物を減らしていくと、積み上がらないように物を減らしていくっていうのが大事になってくるかなと思います。で、もし皆さんのお部屋で積み上がっているものがあるのであれば、今日からできる対策っていうのも5つあります。まず1つ目がですね、存在を忘れているもの、そしてなくても生活ができるものっていうのはもう捨ててしまった方がいいと思います。もう基本積み上げているものっていうのは、鮮度としてはやっぱり一番下にあるものっていうのは優先度はかなり低いと、鮮度的には古いものが多いと思います。で、上にあるものほど、新しく買ったものだったりとか使ったばかりのものっていうのが多いと思いますので、そういったところで優先度の高い低い、鮮度の新しいもの古いものっていうところで分けて、古いものを手放すでもいいし、あとは全体的に見て使用頻度の多いものは残して、そうでないもの、使用頻度の低いものは手放すでもいいし、あとはお気に入りかそうじゃないかと分けてもいいし、あとは徹底してほしいのは、1ヶ月とか2ヶ月とか数ヶ月間生活してみて、おそらく下の方にあるものっていうのはなくても生活ができたわけなので、よっぽどお気に入りなものじゃない限りは手放してしまってもいいんじゃないかなと思います。存在を忘れているもの、なくても生活できるものっていうのは、なくても生活には支障は出ないと思いますので、そういったものは優先的に手放してみてください。そして2つ目ですね、今日からできる対策2つ目は、汚いものは捨てるということですね。で、大切じゃないものは捨てるということです。やはり積み上げていくということはそこまで大切なものじゃないかなと。そして積み上げてからだいぶしばらく経つものは、ホコリをすごくかぶっていたりとか、すごい汚れていたりとかするんじゃないかなと思います。おそらくきっと皆さんの中でそこまで優先度の高いものって積み上げないと思うんですよ。
だから汚いものとか大切じゃないものっていうのは優先的に手放すといいかなと思います。で、続いて3つ目ですね。今日からできる対策3つ目は洗い物はすぐやるということですね。はい、具体的には脱いだ服だったりとか洗濯物だったりとか食器類ですね。もう洗わなきゃいけないものはすぐに洗うと後回しにしない、先延ばしにしないっていうのが必須になってくると思いますので、まあ、そういったものは後回しにせずにね、すぐにやる、パパッとやるっていうのが大事になってくるかなと思います。続いて4つ目の対策は新聞とか雑誌、本などの山積みは読まなければ捨てるということです。本とか雑誌、新聞などで山積みになっている場合、まあ、積読になっている場合はですね、読むものに関しては残しておいてもいいと思うんですけども、まあ、先ほどにも言ったようにですね、まあ、底の方にあるもの、下の方にあるものっていうのはおそらくなくてもいいものである可能性が非常に高いですので、もうそういったものは優先的に手放すといいと思います。あとはおそらくそういう積んどくになってしまったりとか山積みになってしまうということは、おそらく皆さんの生活の中でそこまでその読むっていう行動、タスクは優先度低いんじゃないかなと、今現段階で優先度は低いんじゃないかなというふうに思いますので、一度全部ごっそり手放してしまって、である程度も生活を整えてから、その上で皆さんが学びたいことだったりとか読みたい情報だったりとかを取り入れていくっていう方が効率的かなと、生産的かなというふうに思います。僕自身は200冊300冊ぐらい本あったんですけども、1回全部手放して、で手放した上で、あ、こういう本にちょっと興味があるなとか、こういう分野勉強してみたいなっていうものがね、きっと片付けたりとかタスクの整理してたりとかするときっと出てくると思いますので、そういった本を、情報を随時取り入れていくっていうのがおすすめです。で、最後5つ目ですね。今日からできる対策は調理器具は厳選すると、数を絞るということですね。やっぱり調理器具とかも、特にフライパンとか鍋はですね、積み上がりやすいものですので、まあ、家族構成によっても必要な数っていうのは変わってきますが、まあ、なるべく少なめに調整するというのがおすすめです。我が家ではフライパン1つと鍋1つで全然足りているので、まあ、2人暮らしぐらいであればこれぐらいで十分なんじゃないかなと思います。もちろん趣味でね、お料理すると必要な調理器具たくさんあるという方はまた例外ですけども、あとはお子さんがいらっしゃるとか、まあ、4人家族とかの場合は調理器具も増えやすいと思うんですけども、普段使っていない調理器具とか山積みになっているものがあれば、優先順位をつけたりとかね、お気に入りのデザインだったり形だったり深さだったりとか色合いだったりとかあると思いますので、まあ、その辺もちょっといろいろ考慮に入れながら数を厳選してほしいなと思います。で、あと皆さんにお伝えしたいのは、やっぱりその山積みになってしまう原因としては大量のものがあるからです。だからまず数を絞ってしまえば、そこまで山積みになるっていうことはないと思います。で、さらに大量のものがあるとですね、どうせあるからという思考になりやすいんですよね。まあ、分かりやすい例で言えば食器とか洗濯物です。どうせ服があるから、どうせまだ食器があるから洗い物は後回しにしよう、洗濯物は後回しにしても大丈夫っていうふうな思考になりやすいというところで、で逆に数を絞っていけば、少なくすれば洗わないと次がないわけですよ。食器を洗わないと次ご飯を食べる時に困るだったりとか、洗濯をしとかないと着る服がないからやらなきゃいけないっていう思考になると思うので、それがまたプラスの面で働いて、後回しにするとか先延ばしにするっていう習慣がなくなっていくわけですよ。もうやらなきゃいけない時にパパッとやる行動習慣が身につくと思うので、それは片付けとか整理整頓だけではなくて、メールの返信だったりとか、お仕事だったりとか、プライベートだったりとか、いろんな面で生きてきますので、まあ、そういった意味でも数を絞る、少なくするっていうのは大事になってきます。ぜひ参考にしてみてください。続いて2つ目ですね。おうち時間を快適にするための2つ目のヒントは、ホコリが溜まる場所を作らないということです。ホコリが溜まる場所を作らないということです。やはりホコリが溜まる原因っていうのはいくつかありまして、物が多い、まあ、それこそ物をたくさん置いていたりとか、たくさんかけていたりとかすると、やっぱりホコリも溜まりやすいです。あとは紙類が多いということですね。本とか書類、資料、手紙、チラシとか、まあ、そういった紙類もホコリの原因になります。で、さらには布系ですね。カーテンとかラグ、絨毯、スリッパ、洋
洋服だったりとかが多いと、これもまたほこりの原因になります。さらには消しゴムのカスだったりとか、髪の毛ですね、特に女性の方はね、髪の毛落ちてそれが気になるという方多いと思うんですけども、そういったものもほこりの原因になります。でさらにはお食事の際に食べ物をこぼしてしまった食べかすも汚れだったりほこりの原因にもなりますし、あとは家電製品のコンセント周りとかコード周りもほこりすごくたまりやすいですよね。あとは隙間収納でいろいろ段ボールを入れたりとか紙袋を収納したりとかすると、それもほこりのたまり場になりますし、あとは収納裏だったりとかもね、ほこりがたまりやすいと思います。であとは習慣として掃除を普段していなかったりとか整理整頓をしないとほこりはたまりやすいですよね。であとはお部屋が広すぎるとやっぱり掃除が行き届かないところっていうのはほこりがたまりやすいですという感じで、ほこりがたまる原因っていうのはいろいろありますので、そういった原因を少しずつ一つずつ解消していくっていうのが大事になってきます。でやっぱりほこりがたまりやすくなると、そういうお部屋に住んでいるとどんどんお部屋が汚くなっていきます。でさらにはうんざりしますよね。お部屋に帰ってくるたびに、家に帰ってくるたびにうんざりしたりとか、休日も丸一日お掃除かかってしまったりとか、昔の僕もそうだったんですけども、もうめちゃくちゃ埃がたまるわけですよ。でめちゃくちゃでかい埃とかがあるので、すごい時間がかかるんですよね。もう一日がかりで、せっかくの束の間の休日にもかかわらず、もう半日とか下手すると一日がかりで掃除をして、もうせっかくの休日が台無しになると、もう掃除をしてさらに疲れるみたいなことも全然ありました。で、さらにはやっぱりホコリが溜まれば溜まるほど不衛生になりますし、あとは睡眠の質が落ちるっていうのも研究でも分かっています。やっぱりホコリっていうのは、人間のその体にとっては害なわけですよ。異物なわけですよね。だからそういったものを入れないように呼吸が浅くなると。だから睡眠の時に、寝る時に呼吸が浅くなってしまうと睡眠の質が落ちるので、例えばそれが原因となって疲れが取れないとか、しっかり寝たはずなのにだるいとか、脳の機能が落ちて判断力が鈍ってしまったり、集中力が低下して誘惑に負けやすくなったり、浪費になりがちだったりとか、あとは憂鬱な気分になってしまったりっていうのにもつながりかねないですっていうところで、やっぱりホコリが溜まりやすい家、ホコリがめちゃくちゃ溜まってる家に住んでいるとですね、いろんな弊害、障害が起こりますので、そういった意味でもやっぱりどんどん原因を取り除いていく、ホコリが溜まらない、そしてホコリを溜めない生活習慣にしていくっていうのが大事になってきます。じゃあ具体的にどうすればいいのかっていう解決策もですね、いくつかご紹介していきます。まず一つ目ですね、ホコリを溜めない一つ目の解決策は、物は置かない、かけない、敷かない、飾らない、出しっぱなしにしないということです。長かったのでもう一度言います。物は置かない、かけない、敷かない、飾らない、出しっぱなしにしないと。これだけでもホコリはだいぶ溜まりにくくなると思います。なぜホコリが溜まるのかって言ったら、先ほどにも言ったように、物をたくさん置くから、そして物をたくさんかけるから、そして物をたくさん敷くから、物をたくさん飾るから、そして物を出しっぱなしにするから、ホコリが溜まると。もうこれをしないだけでもだいぶホコリっていうのは少なくなると思うし、掃除もすごく楽になると思います。であとは本もなるべく減らしていくというのも大事ですよね。さらには書類とかもですね、重要な書類だけを残して不要なものを捨てて紙類をどんどん減らしていくと。手紙とかチラシとかもそうですよね。毎日郵便物で届くと思うんですけども、それを山積みにしてほったらかしにしないと。必要ないものはすぐにゴミ箱に入れて、返信しなければいけないものはできればその日のうちに、最低でも翌日のうちにパパッと返信しちゃうというのも大事になってくると思います。であとはラグとか絨毯とかスリッパ系のそういう布系とかもなるべく減らした方がお掃除が楽になるし、ホコリもたまりにくくなるし、そういったものが逆に不衛生になりやすかったりとかするので、マット系とかラグ系とか絨毯系、スリッパ系はなくてもいいと思います。ミニマリストのほとんどは持ってないご家庭が多いですので、ぜひ目指している方、すっきりした空間を目指している方はぜひそういったものも手放してみてください。で、あとカーテンについてなんですけども、これも手放すことをお勧めします。これはホコリがたまりにくくなるだけではなくて、睡眠の質がすごく上がるんですよね。というのも、やっぱりカーテンがないことによって日中太陽光を浴びることができます。で、セロトニンっていうホルモンが分泌されて、夜になるとメラトニンっていうホルモンに変わるので、それが睡眠を促してくれると。で、さらには寝起きがめちゃくちゃ良くなります。人間っていうのは音で起きるよりも日光で起きた方が目覚めが良くなります。
なるというところで、まあ、そういった意味でもカーテンを手放した方がおすすめなんですよね。で、プライバシーが気になるという方はすりガラスシートっていうのがありますので、それを窓ガラスに貼り付ければ外から中が見えなくなりますので、そういったものを駆使してカーテンを手放した方がお部屋もすごく明るくなるし、睡眠の質も良くなるし、目覚めが良くなるというところでメリットめちゃくちゃありますので、カーテンは持たない暮らしにするのもすごくおすすめです。で、さらに7つ目ですね、解決策は洋服は1年で10着から30着ほどで着回せるように減らすというのがおすすめです。まあ、大体どのミニマリストさんもですね、僕自身全国のミニマリストさんに取材していろいろクローゼットを拝見させていただいたりとかインタビューさせていただくとですね、大体どのミニマリストさんも10着から30着で1年間を着回していることの方が多いです。僕自身も大体10着ぐらいで1年間着回しています。もうそれぐらいの洋服があれば十分なんですよね。なので洋服を片付けるとき、クローゼットをすっきりさせたいと思っている方はですね、ぜひ10着から30着を上限として優先度をつけて季節ごとに分けるでもいいし、お気に入り度合いで分けるでもいいんですけども、ぜひそのあたりを目安に片付けをしてみてください。続いて8つ目の解決策は消しゴムを使わないということですね。これお子さんがいらっしゃるご家庭はちょっと例外ですけども、例えば一人暮らしの方とか同棲をしてるとかご夫婦二人暮らしの方はですね、特に消しゴム使う必要はないかなと思います。もうボールペン1本だけでも十分だと思いますので、ゴミをなるべく出さないような生活にシフトするっていうのもありだと思います。もちろん趣味としてね、何か鉛筆を使いたいというご趣味を持たれてる方もまた例外ですけども、まあ、なるべく消しゴムのカスは出さないと、鉛筆の削りカスとかはね出さないっていうのが大事です。で、お子さんがもしいらっしゃるとか趣味とかで鉛筆を使うと消しゴムをよく使うという方はですね、出たゴミはすぐに処分するっていうのが大事になってくると思います。続いての解決策は髪の毛とか食べカスはこまめに取る、処分するっていうことですね。これ消しゴムのカスだったりとか鉛筆の削りカスだったりとかも同じですけども、やっぱり出たゴミっていうのは早急に処分する、その日のうちに片付けるっていうのが大事になってきます。続いて10個目の解決策はコンセント周りはやっぱりホコリが溜まりやすいので宙に浮かせたりとか、あとは我が家でやってるのはコードを束ねたりとか輪ゴムで縛って束ねたり宙に浮かせたりとかしています。あとは当然ながらコードを減らす、本数を減らすだったりとか、あとよくミニマリストさんがやられてるのはコードを隠す用のボックスっていうのがあるので、コード隠しボックスみたいなものを買って、でそこにコードを収納すればホコリもたまりにくくなるので、そういったものを使うっていうのもおすすめですね。次におすすめなのが隙間を埋める収納はしないと、程よく隙間を空けて風通しを良くするっていうのが大事ですね。あとは掃除がしやすくなりますよね、空間を空けることによって。で、続いての解決策は掃除はなるべくこまめにするだったりとか、あとは物を徹底的に減らしていけばそもそもホコリが減っていくし、あとはミニマリストさんによっては自動お掃除ロボットを使ってお掃除の自動化をしている方もいますので、ぜひその購入も検討いただけたらと思います。で、最後皆さんにおすすめしたい解決策は掃除を楽にするためにお部屋をあえて小さくすると、無駄に広い家に住まないっていうのも大事だったりとかします。だからもし今現に広い部屋に住んでいて掃除がめんどくさいと、掃除が行き届いていなくてホコリが溜まっている、汚れているっていう場合はですね、引っ越しも検討するのはありだと思います。で、今すぐに引っ越しできないよっていう方は徹底的に物を減らして一部屋分使わないお部屋を作るっていうのもありだと思います。例えばですけども 2LDK のお部屋に住んでいる方の場合はですね、徹底的に物を減らせば一部屋分使わなくなって物も置かずに 1LDK 分のもので暮らせるかもしれませんので、そんな風に使わない部屋を作ることによって掃除をする、片付けるスペースもどんどん減っていきますよね。そこを目指してぜひ物を減らしてほしいなと、収納してほしいなと思います。続いておうち時間を快適にするための3つ目のヒントは通路を塞がないということです。通路を塞いでしまう原因としては4つありまして、まず1つに収納が多いということ、そして2つ目は大きいものが多いということ、3つ目は収納場所がなくて物の住所が決まっていないから物が出しっぱなしになっているというケース、そして最後4つ目は物を出しっぱなしにするということが原因で通路を塞いでしまっているんじゃないかなと、通路を塞いでしまっているんじゃないかなというふうに思います。
で通路を塞いでしまうとやはりデメリットとしては動線が長くなってしまったりとか複雑になってしまうので家事が面倒だったりとか何か作業をするってなった時に時間がかかってしまってすごいストレスがたまるようになります。でさらには風通しが悪くなるのでカビが生えやすくなったりとかドヨンとした重い空気になりがちだったりとか換気してもリフレッシュできなかったりとか、まあ、空気が悪くなりやすいっていうことですよね。でそれを改善するための解決策もいくつかご紹介していきます。まず一つに収納を徹底的に減らすということですね。そして片付ける時も収納は一旦ないものと考えて中身を全部出して選別して必要なものだけ備え付けの収納でしまえるようにそこを目標にやってほしいなと思います。基本的にミニマリストを目指しているのであればミニマリスト生活すっきりした生活を目指しているのであれば基本収納を買い足すっていうことをやめてほしいんですよね。なのでもし現に買い足した収納があるのであればないものと考えて片付けてほしいなと思います。続いて2つ目の解決策は使っていない使用頻度の低い大きいものは手放すということですね。大きいものを家からなくすとかなり動線は広くなるし開放的な空間になると思いますのでもし大きいものでこれ使ってないなと大きくて邪魔だなというものがあれば優先的に手放してほしいなと思います。で大きいものは手放す際に時間がかかります。例えば解体するのもそうだし大体が粗大ごみだったりとかするので予約してであとコンビニとかスーパーに行って粗大ごみ用のなんか貼るシールみたいなのがあるじゃないですか。っていうのでちょっと手間だったりとか時間がかかったりとかするので、まあ、早急に片付けてほしいなと思います。であと3つ目の解決策としては大きいもので必要なものもあると思うんですよね。でそういった大きいものもですね順次小さいものに入れ替えるとか買い替えるっていうのも一つ検討に入れてほしいなと思います。やはりミニマリストさんの中にはもともと大きいものを持っていたけども時期を見て小さいものに変えたりとかしてる方もいます。まあ、特にガジェット系だったりとか日用品だったりとかも非常にコンパクトなものを好むミニマリストさんが多いのでわざわざ大きいものを持つんじゃなくて小さくて軽くて薄いものこういったものを選んでいくとお部屋もすごくスッキリすると思います。続いて4つ目の解決策は収納を見直すということです。まあ、先ほどもちらっと言ったんですけどもやはり収納があるから動線が狭くなりがちだったりとか複雑になりがちなので備え付けの収納で事足りるように、まあ、さっきは買い足した収納の中身を整理しましょうと片付けましょうということを言ったんですけどもそもそも元々入る場所がないというのが原因だと思いますので備え付けの収納に入っているものを徹底的に片付けてほしいんですよね。でこれに関しても一旦備え付けの収納に入っているものを、まあ、場所別でいいので全部出してで取捨選択してで残ったものを備え付けの収納に入れてで余白が生まれると思いますの で余白が生まれるように残す捨てるを選択してほしいの で余った部分に買い足した収納の中に入っていたものを備え付けの収納に入れてほしいなと思います。で続いて5つ目の解決策は使用頻度の高い場所に収納するということですね。先ほども言ったようになぜ通路を塞いでしまうのかっていうと収納場所がなかったりとか物の住所が決まってなかったりとかするから物が漂流するわけですよ。だから動線が狭くなってしまったりとか複雑になってしまうんですよね。なので収納場所を作るっていうのはまず大前提ですし物の住所を決めるっていうのも大事です。で物の住所を決める際に一番大事になってくるのがどの場所でよく使うかっていうのを考えていただいてその場所に収納するっていうのがおすすめです。で6つ目最後の解決策が使ったら必ず元に戻すということです。物を漂流させないと物の住所を決めといてその使用頻度の高いところにしっかりと戻すというのが大事になってきます。それだけでお部屋はかなりスッキリするはずです。続いて4つ目ですね。おうち時間が快適になる4つ目のヒントは視界に入るものを減らすということです。視界に入るものを減らすということです。まあ、皆さんもきっとですね視界に入るものがなんかごちゃごちゃしてそれがストレスだったりとかする方もいらっしゃると思うんですよね。でその原因は何かというと8つあります。まず1つにインテリアや雑貨が多いということ、2つ目に
置物だったり飾り物が多いということ、3つ目に色合いがバラバラだということ、4つ目に、まあ、先ほどもちらっと言ったんですけど収納が多いということで、5つ目は玄関編なんですけども靴と傘が多いということで、次に6つ目はリビング編なんですけども家具が多いと、椅子とか机、ソファ、ローテーブルといった家具が多いっていうこと。7つ目は水回りですね。タオルとかハンガーが多いとか、化粧水とか化粧道具が多い、備蓄が多いとか、食器とか調味料、食材が多いと、やっぱり視界に物が入りやすいというふうになってしまいます。で最後8つ目の原因としては寝室なんですけども、照明がやたらあるとか、美容グッズがたくさんあるとか、服がたくさんあったり、化粧品だったり、鏡、筋トレグッズ、充電ケーブルだったり、本がたまりがちなので、そういったものがたくさんあるから視界に入るものが増えがちになって、お部屋がごちゃごちゃになりがちだったりとか、視覚的にストレスだったりとか、情報処理にエネルギーがかかってしまって、判断能力だったり集中力が低下してしまったりっていうことにつながってしまいます。やっぱり視界に入るものが多いといろんなデメリット、弊害がありまして、これもいくつか簡単にご紹介していくんですけども、まず一つに思考の邪魔になると、雑念が浮かんでしまいます。物が多いとあれやらなきゃ、これやらなきゃ、片付けなきゃ、整理整頓しなきゃっていうふうに、いろいろ雑念というか思考が思い浮かんでしまうとタスクも増えるっていうところで、集中力が低下しますよね。でさらに2つ目のデメリットとしては、掃除とか片付けとか整理整頓が面倒になります。で3つ目のデメリットとしては、動線がごちゃごちゃになりやすいと、それでストレスを溜まりやすいということですね。で4つ目のデメリットは、なくし物とか探し物が多くなるので、イライラしやすかったりとか、怒りっぽくなったりとか、ストレスが溜まるということ。で最後5つ目のデメリットは、疲れが取れない、だるい、憂鬱な気分になりやすいということですね。でこのデメリットを解決するためにも、改善するためにも、皆さんが今日からできる解決策っていうのを簡単にご紹介していきます。まず1つ目の解決策は、原則出さない、飾らない、置かない、敷かない、かけないですね。出さない、飾らない、置かない、敷かない、かけないというのが原則になってきます。もうこれはミニマリスト生活を送る上で、すっきりした空間に暮らしたいのであれば、もうこれはもう絶対的なルールとして守っていただきたいなと思います。続いて2つ目の解決策は、雑貨とか置物とか飾り物はなるべく最小限にしていくっていうのが大事ですね。で3つ目の解決策としては、色合いを統一するということです。可能であれば3色から5色までに抑えると、だいぶお部屋はすっきりして見えると思います。個人的におすすめなのは、白色とか緑色とか茶色がおすすめです。で緑っていうのは植物ですね。で茶色っていうのは木のものです。木製のものを取り入れると、お部屋がすごいすっきりして見えたりとか、温かみのある空間になります。で白色を多く取り入れることによって、お部屋の清潔感が増したりとか、あとは開放的な空間に見せることができますので、そういった白とか緑とか茶色を取り入れることがおすすめです。で続いて4つ目の解決策なんですけども、先ほどにも言いましたが、収納は減らす、持たないっていうのが大事です。で続いて6つ目の解決策は、ソファーとかローテーブルはなくてもいいと思います。手放した方がいいと思います。それは空間的な意味でも、あとはダラダラする時間っていうのをなくすためにも、手放してよかったと言っているミニマリストさんが非常に多いので、ソファーとかローテーブル手放せるように、ぜひ検討してみてください。あとは椅子に関しても、家族分だけ持つっていうのが大事になってきます。もし来客があるというご家庭に関しては、来客分持ってもいいと思うんですけども、そこまで来客多くないよという方はですね、椅子は家族分だけにするのもおすすめです。であと7つ目ですね、水回りに関してなんですけども、タオルとかハンガー、備蓄、食器、食材、調味料はもう最小限にしてくださいということですね。視界に物を置かないように、かけないように、なるべくそういった類のものは少なくしていくことが大事になってきます。であとは寝室に関してなんですけども、寝るのに必要なものだけに絞ってほしいんですよね。寝るのに必要じゃないもの、睡眠とは全く関係ないものをその寝室に置いてしまうとですね、睡眠の妨げになります。それこそ埃が溜まりやすくなって、呼吸が浅くなって、睡眠が浅くなってしまったりとか、あとはその寝室で布団の上で、ベッドの上で何か作業するとなってしまうと、脳が勝手にその寝る場所、ベッドの上は作業する場所なんだと認知してしまうとですね、睡眠の質がそれこそ下がってしまいます。もう寝る空間は寝る場所
っていう認知をさせなきゃいけないんですよね。だから寝るのに必要なもの以外は置いちゃいけないんですよ。だからまあ先ほども言ったように寝室には例えば美容グッズとか服とか化粧品とか鏡とかまあメイク道具とか筋トレグッズとかあと充電ケーブルとかね電子機器とか本とかはなるべく置かない方がいいです。続いておうち時間を快適にする5つ目のヒントは物の置き場所を考えるということです。物の置き場所を考えるということです。物の置き場所とか収納の仕方が悪いとずっとストレスを感じながら暮らすことになります。なので必要なものはすぐにパッと取り出せるように物の置き場所を考えていく必要があります。でダメな置き場所としては全く関係のない場所に物を置くっていうことですね。例えばキッチン用品がリビングにあったりとかあとは同じものが部屋の至るところにあったりとかもうこれ何十件と僕自身 YouTube の企画でお部屋の片付けをしてきてもうこういうことが日常茶飯事だったんですよね。だから先ほども言ったようによく使う場所に収納するっていうのがまず大前提として大事だしあとはお部屋の至るところに何個も同じものがあるっていう場合は一回全部同じジャンルのもの同じものを集結させてで数を例えば1個とか2個とかに絞ってでよく使う場所に収納するっていうのがおすすめです。であとはダメな収納としては重ねる収納ですね、まあ、積み上げないっていうのが大事なので、まあ、そもそもの数を減らすっていうのも大事だしあとは積み重ねる収納じゃなくて立てる収納にしてほしいなと思います。その収納をパッと開いた時にパッと収納を開けた時に二次元的に三次元的に何がどこにあるのかどれぐらいの残量が残ってるのかっていうのを分かりやすくするためにはやっぱり積み重ねる収納よりも立てる収納が分かりやすいと思います。例えば洋服なんかで言えば積み重ねる収納にすると例えば下から取り出すと崩れてしまったりとかその中の収納がごちゃごちゃになりやすいじゃないですか。なのでこんまりさん風に、立てる収納にしてもいいと思うし例えば僕なんかは畳むのがめんどくさかったりとかするのでハンガーで吊るす収納にすることによって平面的にどの服がどこにあるのか分かりやすくなるじゃないですか。であとは文具とか調味料とか日用品に関してもそうですね大きさ順に並べるとか文具に関しても立てる収納にしておけば寝かせる収納というか横にして収納するんじゃなくて立てられるように収納すればどこに何があるのかっていうのも分かりやすくなるかなっていうふうに思います。まあ、結論積み重ねる収納重ねる収納じゃなくて立てる収納にしましょうっていうことですね。であとは大きさがバラバラになっている収納ですね。これも大きさごとに分けて収納すると見やすくなると思います。大きさ順に並べるっていうのもありですね。であとは使用頻度が高いものが奥にあるっていう収納もよろしくないです。使用頻度が高いものはなるべく手前に置くことによって収納することによってパッと手に取り出しやすくなりますので使用頻度の高いものはなるべく手前に置くっていうのが大事ですね。収納するっていうのが大事になってきます。逆にシーズンオフのものだったりとか使用頻度の低いものが手前にあるっていうのも問題なのでそういったものは奥にやるっていうのが大事です。これが使い勝手が良くなる収納術ですのでぜひ参考にしてみてください。続いて6つ目ですね。おうち時間が快適になる6つ目のヒントは清潔さと安全性を確保するということです。清潔さと安全性を確保するということです。逆に不衛生なお部屋だったりとか安全性が欠けているお部屋っていうのはどういうお部屋かというとでそしてその原因は何かというと7つありまして、まず1つに汚いものが多いということですね。で、2つ目にシワだったりとか穴が開いていたり毛玉が多かったりとか、まあ、そういった使用感があるものが多いっていうのもそうだし、3つ目はお掃除道具ですね。汚れる前提のものが多かったり、4つ目は欠けているものがあると。例えば食器とかガラスとか、あとは木のもので言えばなんかトゲがあるとか、まあ、そういった欠けているもの欠陥品が多いとやっぱり安全性っていうのは低くなりがちですよね。であとは5つ目は期限切れの化粧品や薬食材があるとやっぱり安全性もなくなっていくし食べ物なんかだと腐ったりとかするので清潔さもどんどんなくなっていきます。続いて6つ目ですね。6つ目は壊れかけているものだったりとか調子の悪い電子機器だったり古いものがあるとやっぱりホコリもかぶったりとかあとは危険性も増しますよね。
電子機器だったりバッテリー、電池、調理器具なんかはやっぱり壊れかけてたりとか調子の悪いものだったりとか古いものってのは手放した方がいいです。で最後7つ目の原因っていうのは、洗わない、磨かない、拭かないっていう生活習慣になっている方ですね。洗わない、磨かない、拭かないっていうのが生活習慣になっていると、清潔さも安全性もどんどん低下していくということです。まあ、具体的に水回りだったり洗濯だったり食器だったり鏡、窓、床、机とかを洗わない、磨かない、拭かないっていうふうにしてしまうと、どんどん汚れていって、さらには安全性もなくなっていくかなというふうに思います。じゃあもし皆さんが仮にそういう環境にお部屋に住んでいた場合、どうすればいいのかっていう解決策も簡単にご紹介していきます。まず一つ目ですね、汚れがひどいものはまず捨てましょうと。で二つ目、使用感があるものは捨てましょうと。あまりに使用感があるものは手放すっていうのが大事ですね。で三つ目は、お掃除道具はなるべく最小限にするっていうのが大事です。もう汚れがひどいものに関しては買い替えが必須になってくるかなと思います。で四つ目は、欠けているものはもう捨てましょうと。もう壊れているものは修理するか手放した方がいいと思います。で5つ目は、期限切れの化粧品だったり薬、食材はもう手放してしまった方がいいと思います。それで体調を崩したりとかね、肌トラブルだったりとか起こしてしまったら元も子もないので、期限切れのものはもう優先的に手放すようにしてください。そして6つ目はですね、壊れかけのもの、調子の悪いものは修理するか手放しましょうということですね。で7つ目は、使わない古いものは捨てるか買い替えるっていうのが大事になってきます。そして8つ目、最後の解決策は、洗う、磨く、拭く、買い替えるっていうのが大事になってきます。それこそ水回りだったり洗濯物、食器とか靴とか鏡、窓、床、机っていうのはなるべく洗ったりとか磨いたり拭くっていうのが大事になってきます。でそれでも汚れが目立つとか、ちょっと欠けていたりとか壊れかけてたりとか、ちょっと危ないなっていうものに関してはなくすか買い替えるっていうのが大事になってくるかなと思います。続いて7つ目ですね、おうち時間を快適にするための7つ目のヒントは、不快な音を遮断するということです。不快な音を遮断するということです。で不快な音の原因としては、例えば一つに電子機器だったり充電器だったり家電系がありますよね。でさらに2つ目は、テレビだったり音楽を、まあ、垂れ流しにしているというか流しっぱなしにしていたりとか、あと3つ目は家族の生活音だったり、4つ目に電車の音とか飛行機だったり工事の音があると思います。なので、まあ、こういった原因を持っていて、まあ、不快な音というか自分にとってあまり心地よくない音が発生していると、そういう環境に住んでいる場合は、なるべくそういった原因を取り除いて静かな環境っていうのを整えることが大事になってきます。じゃあ静かな環境を整えるためにどうしたらいいのかという解決策も4つあります。まず1つ目ですね、不快な音を発生させる機器はなくせないか検討するっていうことが大事ですね。買い替えるとかでもいいし、そのものをなくしてない生活を実験してみるとかでもいいと思います。続いて2つ目に、テレビとか音楽はつけっぱなしにしないというのが大事ですね。で3つ目に、もし家族の生活音が気になる場合は個室を作るとか、一人になれる時間を作るっていうのが大事になってきます。で最後4つ目の解決策は、ノイズキャンセリング機能のイヤホンですね。個人的におすすめなのは AirPods Pro を買うっていうのがかなりおすすめです。これだけでもかなり生活音が気にならなくなります。あとは電車の音とか飛行機の音、工事の音も気にならなくなります。はい、これを買うことがめちゃくちゃおすすめです。3万円とちょっと高いんですけども、その価値は十分あります。でもし買えない方は耳栓を買うとかでもいいのかなと思ったりとかもしますけど、個人的に今まで買ってきた耳栓はあまり効果がなかったので、やはりノイズキャンセリング機能のイヤホンを買うことがおすすめですね。それでも難しければ引っ越しを検討してみてください。そして最後8つ目ですね、おうち時間を快適にする8つ目のヒントは、自然光を取り入れるということです。自然光を取り入れるということです。まず皆さんにお伝えしたいのは、やっぱりね、きっと皆さんもお金にゆとりを生みたいというか、経済的に豊かになりたいという人もきっと多いと思うし、なるべくストレスをためたくないという人多いと思うんですよ。だったらまずは日の当たりのいいところに住まなきゃいけないし、自然光をなるべく取り入れるようにしてほしいということなんですよね。もうどのお金持ちの人、経営者の方とか、もうトップクラスにお金持ちの人に直接会ったりとかインタビューしてきて、彼らが口を揃えて言ったのは、日当たりの悪い場所に住んでるお金持ちはいないということですね。日当たりの悪い場所に住んでるお金持ちは
いないということです。なのでもし皆さんがお金持ちになりたいと、経済的に豊かになりたいと、まあ、収入を上げる云々じゃなくて、まあ、貯金を増やしていきたいとかでもそうです。経済的に豊かになりたいのであれば、日当たりを良くしなきゃいけないと、自然光をなるべく多く取り入れるお部屋にしなければいけないということです。でさらにはそういうお部屋に住むことによってストレスが減っていきます。太陽光を浴びるとセロトニンというホルモンが分泌されていくので、でこのセロトニンというのは癒しホルモンなんですよね。ストレスを解消してくれるホルモンになりますので、そういった意味でもやっぱりなるべく太陽光を浴びた方がいいんですよ。だから日当たりを良くする、自然光をなるべく取り入れるというのが大事になってきます。で日当たりが悪い原因だったりとか解決法というのもご紹介していきます。まずはそもそも日当たりの悪い物件に住んでるっていうのも一つ原因ですね。なのでこの解決策としてはまず引っ越してみるっていうのも大事です。引っ越しを検討してみてください。おすすめとしては、まあ、綺麗事に聞こえるかもしれないですけど、南向きに住むとか、南向きの物件に住むとか、あと周辺に高い建物がない立地を選ぶとか、2階以上にするとか、角部屋とか2面採光のお部屋に住むっていうのが大事になってくるかなと思います。あとお部屋の片付けをしていて思ったのは、カーテンを取っ払うっていうのがやっぱりおすすめですね。カーテンを、遮光カーテンを取っ払うだけでもかなりお部屋が明るくなります。なので睡眠の質を上げるためにも、そしてストレスをなるべく発散させるためにも、解消させるためにも、そしてストレスをなるべくためないためにも、お部屋を明るくするためにも、カーテン、遮光カーテンを手放すっていうのが大事です。でもしプライバシーが気になる方はレースのカーテンにするとか、すりガラスシートを貼り付けるとか、あとはすりガラスの物件に住むとかっていうのがおすすめですね。であとは窓付近のものをなるべく減らしていく、そして小さいものにしていくっていうのが大事になってくるかなと思います。窓付近に大きいものがあったりとかね、いろんなものがあると光を遮ってしまいますので、そういったものはなくす、減らす、小さいものにするっていうのが大事になってきます。それでも例えば日当たりの悪い物件に今住んでいて、なかなか自然光が取り入れられないという方もですね、お部屋の照明をなるべく明るくしたりとかするだけでも気分が上がったりすると思います。あとはお部屋全体を明るくするために明るい色のものを取り入れるっていうのがおすすめですね。例えば白とか銀色とか緑とか、あとガラス製の透明のもの、こういったインテリアとか雑貨とか日用品とかを取り入れるとお部屋の雰囲気が明るくなると思います。なので、まあ、先ほども言ったんですけども、なるべく白が多めの、白が貴重のお部屋に住むっていうのもそうだし、白のアイテムを増やすだったりとか、銀色のアイテムで反射させてお部屋を空間的に広く見せたりとか、あとは緑のものですね、観葉植物を置いたりとか、木製のものを取り入れるとお部屋に温かみが出てくると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。ということで、今回の動画ではおうち時間を快適にするためのお部屋作り8つのヒントっていうのをご紹介してきました。ぜひ参考になった部分だったりとか、共感した部分がありましたら、ぜひ今日から明日からにでも実践してほしいなと思います。ということで本日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。